モーニング、おはようございます、こんにちは、安定さん、大丈夫、おはようございます、全部安定さん、なるほど、あんまり大臣もちろん、用言は用言はずいかな、ちょっと問題になってんだよな、あれ なんだって教えて、先生に。じゃあこれは2000聞いた。じゃあこれは3000聞いた。これは4000。これは5000。おお、みんな出て、大事あげてよ。知ってる。え、でも知ってる。あんた知ってんの？でも、じゃあちょっと和田さんから読んでよ。1000、2000、3000、4000、5000。あんた本当に年中に小学生でしょ、あんた。大きいのね。あんた見える？じゃあみんな言ってごらん。これ何？先生じゃない。何？何？先生じゃない。だってこの人は千って言って、この人は千って言って、千千になっちゃうじゃん。みんな一緒に言ってくれないと。これ何？千。じゃあこれは2000。本当に君たち小学生じゃないの？幼稚園に化けてるんじゃないの？幼稚園だよ。本当に？じゃあこれは3000。これは4000。これは5000。おいじゃ、先生教えること何もないじゃない。今日これ教えてあげようと思って持ってきたんだけど。だ、僕が教える前にみんな知ってるんだもん。のう、つまんない。こういう時、お前たちまだ幼稚園だから、先生これ読めるって聞いたら、前島君まず指を出してごらん。幼稚園ポーズ教えてあげる。かわいい子いいか。指をしゃぶって、おならをプリッと出して、そして「わかんない」って言えばいいのよ。分かった？そう言いなさいよ。いいね。これなんだか読めますか？そうじゃないって言ったでしょ、山口君。あんた指をよく出してごらん。しゃぶって、みんな幼稚園の子しゃぶってんだよお前。そして「わかんない」って言えばいいの。分かった？そっと先生が教えてあげるからね。やれる？じゃあやってみる？先生の仕事を奪っちゃダメなの。先生は教えるのが仕事なのよ。僕が教える前にみんなができたら、僕はどうしてればいいの？やることないじゃない。首になるだけじゃん。あ、首、その言葉使わない。深刻な問題なんだから、お前。深刻だ、深刻だよ、首になっちゃったら。お前、お母さんがあんなとこ行ったって何の勉強にならないからやめなさいって言ったら、もう首だお前。首って知ってるか？ね、失業者よ。じゃあいくよ。これなんて読むの？せやめなって言ってるじゃん。こりゃせー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 もう知らん。全然可愛くない。上と下、どっちが大きい数でしょう？下は大きい。下だね。上ならたくさんあるね。たくさんあること、大きいかっていうの。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。下。下。何？下。下が大きいね。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。下。下80って大きい数だね。じゃあ、上と下、どっちが大きいかでしょう？下。え？下。下の大きいね。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。下の大きいね。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。下。じゃあ今度これでいくか。上と下、どっちが大きいかでしょう？上。え？上。下。下。89ってたくさんあるよ。大きいよ。これ27だもんな。上と下、どっちが大きいかでしょう？上。何？上。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。下か。じゃあ今度これいこう。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。何？下。下。上と下、どっちが大きいかでしょう？上。ね？上。82、大きいね。66、上の大きい数だね。上と下、どっちが大きいかでしょう？下。
100だもんね。100プロアイスよ、あんた知ってる？有効カードを使うとね、攻撃力2倍になるの。あんた遊戯王やってる？まだやってない。あ、そう。あんた知ってる？プロアイスって知らない？あ、まだやらないのか。僕の遊戯王やってんだよ。47と77どっちが大きいかだ。下。え？下。77、47、77大きい数だよ。30、47と30どっちが大きい？上。上と下どっちが大きい？上。91と58どっちが大きい？上。どっち？上。上？どっち本当？91。美味しそうな指だね、あんたの指。美味しいの？舐めさせて、ちょっと。いや、まずいよ。で、舐めてみなきゃ分かんないじゃん。だってそこにさ、アリンコついてんの。いい、アリンコなんていいの、トッピングだよな。あ、あんたちょっとそちょうだい、指。美味しそうな指だね。いや、隠しちゃダメだってば、あんた。舐めさせなさい、先生だけ舐めて。じゃあ、あんた我慢する。あんた指出さ、早く舐めてやるよ。本当？じゃあ持ってきて。なんで知らないの？じゃあさ、うん。おなら。おなら。65と95どっちが大きい数だ？下。上と下どっちが大きい数だ？上。上と下どっちが大きい数だ？今日は。ドラえもんが来てる。ドラえもんがこれから数字隠すよ。はい、どこ隠く、どこにいる？4にいる。ドラえもん2つ向こう行くよ。どこ行くでしょうね。6。ぴょんぴょん。今どこ来たでしょう。6でした。今度はドラえもん3つ向こう行くよ。どこ行くでしょう。9。ぴょんぴょんぴょん。どこ来た。9ですね。じゃあドラえもんパッ、ここにいます。今どこにいるでしょう。ドラえもん、三つ向こう行くよ。どこ行くでしょう。5でした。じゃあ今度ドラえもん戻るからね。ドラえもん、二つ戻るよ。どこ行くでしょう。3。本当？もう3だ。ドラえもん、今四つ向こう行くよ。どこ行くでしょう。四つ向こう行くよ。どこ行くでしょうね。で行くよ。じゃあ1、2、3、4どこ行きた。7。ドラえもん2つ戻るよ。戻るんだよ。はい、どこ行くでしょう。5。ドラえもん2つ戻るよ。どこ行くでしょう。3。ドラえもん2つ戻るよ。どこ行くでしょう。1。ドラえもん1つ戻るよ。どこ行くでしょう。0。ドラえもん一つ戻るよ。どこへ行くでしょう。一つ戻るよ。どこへ行くでしょう。戻れない、戻れない。こっから先は行けないのじゃ。ドラえもん行けなくなる。だからね、うん、よし、林先生のメガネもらってあげる。もらう、うん、もらったって仕方がない。じいちゃんメガネだよ。見えないのよ、何にも。あんた誰？あんた誰？ん？誰？誰？あんた。あなた誰よ？何にも見えない。ん？見分けんじゃない？見えないとき見えないの。じゃあ聞いててよ。子供が2人いました。1人遊びに来ました。みんなで何人になったでしょうか。3人。早い。じゃあ聞いててよ。子供が2人いました。そこへ後から5人来ました。7。何？7。なんでそんな簡単に分かるの。